USA-245 またはローローンチ65は2013年8月28日に打ち上げられたアメリカ合衆国の光学画像偵察衛星でありアメリカ国家偵察局が運用中のものであるアメリカの情報機関のために可視光及び赤外線による高分解能の光学的画像を取得するために利用されているこの衛星はエドワード・スノーデンが 打ち上げ直後の2013年8月30日に暴露した資料によれば、米国議会の予算書上では、アイスと呼ばれている偵察衛星の一機であり、KH-11 光学画像偵察衛星の改良型で、KH-11 シリーズとしては16機目に当たり、USA-161 と同じく KH-11 ブロック4型に属すると考えられている。 また、この衛星は KH-11 シリーズの最後のものであると同時に、キーホール衛星プログラムの最後のものになるだろうとも考えられている。USA-245 の任務の詳細は、米軍によって機密に指定されているが、多数の民間軍事アナリストは、打ち上げ以前からこの衛星を KH-12 と同定しており、またアマチュアの人工衛星観測者たちは、 この衛星が、この種の衛星で使われる、軌道上にあることを確認している。USA-245 は、ユナイテッドローンチアライアンス社によって、デルタ4、ヘビーロケットを用いて打ち上げられた。フライトナンバーは、デルタ364であり、フライトネームは、ビクトリアであった。打ち上げは、バンデンバーグ空軍基地の SLC-6 打ち上げ、複合施設から、 2013年8月28日18時3分、アトックに行われた。ペイロードを放出後、ロケットの上段は最初の一周を完了する前に軌道から外されて落下した。この打ち上げはデルタ4型ロケットにおいて離陸時にロケットの周りの水素の雲に着火することにより、第一段ロケットの断熱材へのダメージが発生するという問題を解決する目的で、 新しい着火手順を導入した最初のものとなった。ボーイング社の主導で実施されてきた FIA 計画が2005年に挫折したため、アメリカ国家偵察局は従来の KH-11 型の衛星システムを2期追加で発注した。この決定に対する批判者は、これらの超高性能衛星は最新型の2密級空母であるジョージ HW ブッシュよりさらに、 高額になるとの懸念を表明した。これら2機の衛星の最初のものが USA-224 であり、2機目が今回の USA-245 である。これらはロッキード・マーティン社が当初の見積もりより20億ドル安く、さらに計画よりも2年早く完成させたものである。2020年2月10日にアメリカ宇宙軍司令官のジョン・ウィリアム・レイモンド大将は、 タイム氏の取材に対して次のように語った。ロシアが昨年11月26日に打ち上げた衛星であるコスモス2542号が12月初旬に軌道上で第2の衛星コスモス2543号を放出した。この衛星のペアが1月中旬頃から USA-245 に接近した状態で追尾を続けるという異常で、 当惑させるような状態が現在でも続いている。約1 6 0トルまで接近することも何度かあった。タイム氏によれば、この事実はアマチュア観測者のミカエル・トンプソンにより1月31日にツイッター上で最初に指摘された。ありがとうございます。